の悪魔の下に最高。これなら早い。中にもいるな。見て回ろう。時が止まってしまったよう。タイタンが来るぞ。アクロンと同じで奴の動きを止めるんだ。まずは手足を立ってエンジンを破壊しろ。さあ、一番行くよ。勝負にやってやる。不滅の耐久 MRB、 さあ行くよ。見えるかサイレンス。サイレンス、勝利作戦の開始といく。30秒後に接触。ああ、30秒あればゼロドームを完成するね。どうやらここまであんたたちと戦えて最高だったよ、戦車さんもね。サイレンス、見えてるか？なんだ？みんなここで死んだんだ。よくあることだろう。もっと面白いものはないのか？
まあ選択したかったとこだ。私たちが寝てた場所か。母の源にある宿みたいな。記録、カリフォルニア海軍第三戦闘。太平洋からスワームが襲ってきた。そして地元のミニットマンか、狂気の15戦隊がゴミベルトを焼き払った。海が炎に包まれて、そして全てが焼けた。おでんまみれのロボットたちが攻撃してきた。スワームの計算修正までの数時間、奴らをなぶり殺してやった。内地におびき寄せ、カルマール中に散らばらせた。ビルを落として電子パルスを浴びせる。いつも通りの手順だ。最後にカリフォルニアにいたのは確か5、6歳。40年代はまだソーシャルネットフィルターがどこでも流行ってたっけ。東海岸での最初の戦いは蒸気戦となった。カルマール以前のことだが、状況は東の方がひどかった。ミニットマンの訓練のために3週間沿岸の町に派遣された。降り続く雨、ヨーロッパがやられたせいだ。立ち並ぶ 3D プリントの仮設兵舎、主力部隊の攻撃を受ける時までプリントしてた。ミニットマン、彼らが住んでいた場所で戦闘訓練を行った。真面目に訓練すれば少しは長生きできるとごまかしてね。実際そうなったら最悪だというのに、彼らは私たちが何か知っていると思い込んでゼロドーンの質問をする。実際こんなことしてたら自分もロボットになってしまう。奴らは学習していくが、人間はどうだろうな。ここは何なんだ。いいか翔くん、基本方針115条を思い出してくれ。無許可での処理サイクルの使用に関して記載されている項目だ。特に 115C にある、直接軍事訓練や効率に関連しない全てのホログラフィックシミュレーションについてな。肝に銘じておくように。それじゃあ楽しんで。長いこと連絡できなかった。ごめんよ。毎回任務が長引いていって厳しくなっている。それに敵に動きを読まれるようになった。人も減った。一人減るごとに10倍働かないとならなくなる。いわば景気の悪い家業だよ。ただ彼らは家族じゃないし、君もいないしね。僕は今でもたまに
思い出すんだ、君といた時のことを。昔はみんなよく顔を合わせてたし、まだ希望を持っていた。それも今や消え去りそうだ。何を守ろうとしているのかすらもうわからない。唯一わかるのは君のために戦ってるってこと、それだけ。そして正体すらわからない。ゼロドーンのために。頼りをありがとう。ここじゃ時間が経つのが早い。タイに入って4ヶ月でもう20回は派遣されている。西海岸を行ったり来たり、威勢のいい志願兵たちとは一緒に戦い続けてる。訓練じゃこう言われたそうだ。これが DEW だ。敵がいたら撃て。ま、それでもなんとかまとまってる。この株は金属。第6 MRB とリチウムビーチでホルスを倒した。あのデカ物が倒れる姿、別の世界だし、本当にすごかった。慣れていたのかも。ニュースになってるといいな。まだチャンスがあるってことを示せたんだ。プロジェクトゼロドーンに必要な時間さえ稼げれば、全て昔みたいに戻るはずなんだ。ベッドが一つ。団長の部屋か。頼りをありがとう。ここじゃ時間が経つのが早い。タイに入って4ヶ月だ。威勢のいい志願兵たちと一緒に戦い続けて、なんとかまとまってる。第6 MRB とホルスを倒した。ニュースになっているといいな。まだチャンスがあることを示せた。プロジェクトゼロドーンに必要な時間さえ稼げれば。エイムス、私連絡しすぎよね。あなたのことを誇りに思ってる。故郷のみんなもそうよ。内陸20キロ移動させられたわ、用心のためって言ってた。学校は開校してるから、私がアンドラスとレジーの面倒を見てるの。あなたがどこで戦っているかわからないけど、ブイトールが通り過ぎると子供たちが手を振るのよ。私は信じてる。元に戻ることはないんだろうけど、でもあなたを信じてる。私たちは平気。長いこと連絡できなかった。ごめんよ。毎回任務が長引いていって、人も減ったから厳しくなってる。もう寛容だよ。思い出すな、君といた時のことを。
仲間に会うとまだ希望を持っていた。君のために戦っているよ。状況報告。第9機械化即応部隊部隊長ピオナ・ミュレル中尉、部隊の指揮は依然として対ファロの採火のため行われた光線からの悪影響を受けている。特に志願兵が数多く戦闘に参加しているエリアで光線が起こると影響が顕著に現れる。これらのエリアでは民兵と民間人の多くの者が犠牲となり、死亡者数が膨らんでいるのが現実。言葉にならない。そしてその状況を目の当たりにし、徐々に部隊内に絶望感が広がっている。状況を踏まえ、ここで再度第9機械化即応部隊の配置を、一時的ではあるが、ある施設に集中させることを要請したいと思っている。プロジェクトゼロドーンに必要不可欠な施設だ。そして今一度プロジェクトゼロドーンの現在の進行状況を早急に報告するようここに要請する。エイムス、もう生きているかどうかすらわからない。あなたからだと言われて手紙をもらうけれど、でもまるでこれはリサイクルみたいなの。文章が整っていて、私が伝えたことについては何も書いていない。抑制ゾーンにガスマスク、暴動、ワンアース、ガラスバブルの出来事だってロボットのせいじゃないわ。あなたが生きているか尋ねても彼らは正直に答えてくれないのよ。あなたから連絡が来ているかだけ言うと、あなたは任務中って。こんなのあんまりよ。世界の終わりにあなたが隣にいないなんてあんまりだわ。愛してる。悲しすぎる。これは何だ。それか地図だ。一体何の。この世界、地球だよ。アーロイ、平らだとでも。そんなわけないだろ。月食の時、月にかかる影が曲がる。球体だということだ。遠くから見るとこう見えるのか。その話はまた今度にしよう。今はやるべきことが。ファロの機械は全てを食い尽くそうと世界に広がった。それをどうにかエリザベトが食い止めたが、どうやって。何か捨てないと。
エクリプスが鉄の悪魔をいじっているな。奴らまさか起こせるとでも。気をつけろ。ケペシュがもう行った。しかもこいつ動いてる。後戻りはできない。古の兵士たちは一度に何百体と戦ってた。
ソベック博士、座ってくれ。おい、ありがとうだってあんなこと言われて。将軍、博士は現状を明らかにし我々に選択肢を与えてくれた。感謝すべきではないか。いえ、私はただなんてことだ。この議論はオフラインでしないか。いや、これは議論でも何でもない。数字を見ただろう。パロは支払いはするだろう。だからといってその金でゼロドーン遂行の時間が変えるわけではない。人命と引き換えるしかないんだよ。おい、冗談だろ。艦隊を強化して何とかハッキングすれば。聞いてなかったの？私たちの代わりに戦うロボットはいないの。ことハッキングにおいてこの群れにかなうものなんて存在しない。無人機なんて使おうものならハイジャックされて乗っ取られるわ。だがこれじゃ市民を肉引き機に投げ込むようなもんだ。いいか諸君、我々が直面している敵は恐ろしいスピードで複製をし生物を燃料として食い尽くしている。ゼロドーンが唯一の希望だ。それじゃあまだ生きている市民全員にレールガンを供給して引き金の位置を教えて前線に送り込むか。納得するわけがない。彼らに戦う目的を与える。それがゼロドーンだ。未来を救う最高機密超兵器プログラム。人類がスワームを食い止めソベック博士が計画を遂行する時間を稼ぐ不屈の勝利作戦の軍事計画を記載したファイルを送る。軍事計画？これは戦争犯罪だ。卑劣かもしれない。だが希望はある。他に道はあるか。ソベック博士、ユタ州ブライス近郊にある機動衛星基地の廃墟をゼロドーンの拠点として使ってくれ。広さも十分だ。いつから開始を？アルファとベータの候補者リストをメールしておいた。彼らのほとんどが外国籍か企業側の被験者だから確保するのは任せてくれ。君はチームを集めろ。頼んだぞ。頼みます。軌道衛星基地、何のこと？この人たちは一体？エリザベトは何者？ソベック博士、我々の予想通りビジータ前線が崩壊した。オルス級のタイタン5体にやられた。34時間後に接触する。やっと出られた。彼らが言っていた軌道衛星基地を探そう。軌道衛星基地の場所が分かった。だが問題がある。何なんだ？どうやら落葉の砦にある宮殿の真下だ。シャドウカージャの首都に？面倒な話だな。フォーカスをつけているエクリプスの密偵が宮殿には5万といる。高感度もばかりだ。彼らはハレスにつながっている。もし気づかれればシャドウカージャ全軍にお前を殺すよう命じるだろう。じゃあ前みたいにフォーカスを使えなくすれば？そう単純じゃない。フォーカスの数が多すぎる。仲間やハデスと連絡が取れるようネットワークを張り巡らせてある。ネットワーク？なんだ？フォーカスをつなげる巨大な蜘蛛の巣が大陸中に張り巡らされているのを想像してみろ。そのおかげで離れていてもすぐ連絡が取れるようになっている。
じゃあその蜘蛛の巣は切り落としたりできないのか。ほう、ネットワークの妨害か。大胆だな。だが方法はある。ネットワークの弱点だ。どこにある？お前のフォーカスに情報を送る。そこに向かい近づいたら詳細を連絡してやろう。ゼロドンとはなんだ。それにエリザベトはどんな武器を作った？機械は止めたが、それでもなお人類と世界が終焉を迎えた。またそうならないといいけれど。溶けた雪でびしょ濡れだ。
機会が増える。優しすぎる。宮廷でのオセラムの影響力、ベルバールを何を考えてるんだ。世界滅亡ダイアリー9日目。この場所でテントを張っていたらワイヤットから電話が。急いで駆けつけたけど、母さんは意識を失ってて別れを言うことさえできなかった。手をかける場所。
お前の言ってた通りだ。聞いているのか？ったく、ほんと無口なやつら。着いたぞ。それでそこで待つんだ。焚き火で休んでも構わん。日が暮れたら話そう。私の話し相手は焚き火ね。やっと相手する気になったのか。今夜の目的はフォーカスネットワークの破壊だ。ああ、それはとっくに知ってる。それで？まずはエクリプスの基地に潜入してもらおうか。何？聞こえただろ。お前が今いる場所は基地の裏手にあたる。基地は割れ目の向こうだ。基地に着いたら標的が見えるだろう。奴らが改造したトールネックの残骸だ。トールネックを登れ。そのてっぺんにはモジュールのようなものが設置されている。それを破壊すればフォーカスネットワークは壊滅する。お前エクリプスにいたのか。私はどこにも属さない。自分の意志で動く。常にな。だが以前一度彼らに力を貸した。まさか脅威になるとはな。過ちだった。だから今正そうとしている。力を貸したって何をしたんだ。割れ目を進むんだ、アーロイ。今は質問よりやるべきことがあるだろう。何があるんだ。巡回してるのか。あれは兵士だ。来たる戦に備えているんだ。やり過ごしている。これが簡単だった。裏の手だ。簡単とは言ってない。静かにして。
だいぶ近いぞ。尾根に向かうんだ。見えてるか？足だけなら下にあるみたいだが、本体はないな。抜かったな。通信機を移動したか。左にある渓谷だ。そこに違いない。内部情報助かるね。爆発の方に行く？メア。アーロイ、チャンスは一度しかないんだぞ。余計なことは言わず集中しろ。警告を渡す橋が見えるか？ああ。場所を覚えておけ。横から降りられるはずだ。そこから脱出しろ。エクリプスの兵士は？避けるも殺すもお前次第だ。爆音で気づかれないだろう。トールネックを見つけてモジュールを破壊しろ。それじゃ行くか。往復はヘリスに任せよう。私は風呂に入る。あと何体の機械獣を掘り出せば。メリティア、あれはまさかな。まだ探してる。あの建物、他のより大きいの。トールネックを探すんだ。見物してる暇はない。時間ならどうにかするさ。
ここは何だ。気にするな。データポイントがいくつか。誰かが戦ってる。いや、あれは採掘作業だ。素早く行けば問題ない。なんだ、また秘密か。眠りが訪れるときはあの日のことを考える。お前と契りを交わした夜のこと、お前が眠った後もその美しい顔を見つめた。だが美しさよりその儚さを憎んでいた。胸に込み上げる怒り。私は二人を包む柔らかいベッドさえも嫌った。それにあの部屋、漂う香の匂いにカーテンの繊細な刺繍、どれもこれも儚い。私はベッドを抜け、窓を開け放ち、床に裸で横たわり、癒しという誘惑を拒絶すると決意した。だが翌朝目覚めると、お前は寒い中裸で隣に寝ていた。隣に寝そべるその体はまるで石の彫刻。お前は目覚めた。まるで獣が攻撃に身構えるように。ただ無言で、言葉はいらなかった。二人は共にいる定めなのだとお前が教えてくれた。毎朝同じ悪夢で目が覚める。同じ現実で聖なるメリリアンは愚者どもの手に落ち堕落した。導きの塔、心を貫くまばゆい光のようにその高くそびえ立つ塔。亡命の地で迎える朝は過ちの印だが、その日は近づいている。この手にメリリアンを取り戻し、愚者を皆殺しにし、真の王が王座に復活される日が。私は天啓を成就する手となるのだ。太陽は哀れみを見せる。だがなお、妻がお産で命を落とし、まだ見ぬ我が子さえも失ったその時、私は己を憐れんだ。陛下は気づいておられた。だが私を憐れむのではなく、輝かしい栄誉を与えてくださったのだ。王族の眠る神聖なる祠に家族を埋葬するよう仰せつけたのだ。信じられるか。我こそが太陽神に選ばれし者だと疑うまい。そして二度と哀れみなどという心は持つまい。己に対しても決して。メリディアンと導きの塔。初めて埋もれし影をこの目にし、私は震えた。私は選ばれし者ではないと。まばゆい信仰の光が闇を切り刻むのでは、この悪魔は滅ぼすべきではないのか。
かしバハマス大祭司の予言に導かれ、私はその考えを改めた。真の三王が殺されたことで宇宙の断りは乱れてしまった。世界は闇に包まれる。破滅だ。時の流れをあるべき姿に戻すには太陽と信仰だけでは足りぬ。全ての力を束ね、自然界は大義のために一つとなる。影から太陽へ、夜から昼へ。埋もれし影さえも移ろいを求めている。空に太陽がなければ影は生まれぬのだ。我が主君、第13代カージャサン国王が殺された。厳しい掟を狂気と履き違えた腰抜けどもにな。あの日、謀反人が薄汚いオセラムの大砲で壁をなぎ倒し、門を破壊したその時、弱気が強気につけ込むのが人の世の常かと陛下は仰せられた。最後まで戦うつもりだったが、陛下のご意志、太陽神の意志で殿下と妃殿下を西方へと導いたのだ。陛下にためらいはなかった。避けられぬ定めと太陽を見上げておられた。瞬きもせず、私にハエブサと貴族、祭司たち、奴隷を委ねられた。邪魔者を全て薙ぎ払い、砦への道を切り開いた。そこで港を地合い、故郷を奪還すべく力をつけた。力は弱まっていったが、埋もれし影が我らの前に現れた。様が母に甘やかされ、弱いままでは太陽から真の学びを得ることはない。殿下を導こうにも母親の影がまとわりついていた。ある日、私は殿下に広場の生贄の儀式をお見せした。だが殿下は興味を示さず、目をそらす殿下に太陽を見なさいと言った。目を覆ってはなりません。あれこそが絶対的存在と。ある時は生命を育み、次の瞬間命を奪い去っていく。その光はいかなる者の肌をも焼き焦がす。哀れみを見せることなどない。それこそが三王のあるべき姿であり、お父上の姿なのだと。だが私がそう言うや否や、あの女が殿下をローブに隠し、そのお顔を胸にうずめてしまった。見ることもできぬ王が統治などできるものか。この鎧、これを着る大男はあいつしかいない。ヘリスだ。これが奴の子よ。割と地味だ。あの男は狂信者だぞ。残忍さにしか興味がないんだろう。知り合いなのか。止めてやろうと思うほどには。トールネックを引きずってくるのは楽じゃないはず。どうして。
ともかく見つけて登るんだ。モジュールを破壊してできるだけ早く脱出しろ。爆発が鳴り止まないな。慌ただしい。ならば気づかれることもないだろう。見えた。周りを何かで囲んでるみたいだ。登れ。なるべく早く終わらせるぞ。こんなの絶対に間違ってる。全てが過ちだ。さあ早くモジュールを破壊しろ。モジュールがある。よし、さあ急げ。まさかこれがハデス。アーロイ、何をしている？鉄の悪魔なのか。モジュールを開けるんだ、早く。アーロイ、私の言った通りにするんだ。
戦はしたがよくやった。ハデスがいると知っていて私を送り込んだのか。確かに危険にさらしたが、そうするしかなかった。だがそのおかげで我々はゼロドーンの秘密を手にする鍵が得られただろう。もう二度とお前を信用しない。結構賢くなったということだ。信用は脆いもの、砂のように移ろい崩れ去る。その上に関係を築くのは愚かだ。だが自己利益ならば強固な基盤となり、そこに新たな知識体系を築くことができる。答えが欲しかったんだろ。あともう一息だ。お前のおかげでな。落葉の砦でまた話そう。あんたという人は、クソ。フォーカスを捨てて縁を切れるならそうしたいとこだが、捨てるわけにはいかない。落葉の砦、そしてゼロドーン。落葉の砦、京王次男の離宮だった場所。禁じられた西部からの攻撃に防壁で備えている。なんだ、歴史の授業か。やつらはそこに何があるか分かっていない。そこで多くを学べるだろう。そうだといいけどな。